キンプリ、6人で打ち破った、マイナスムード、平野仕様の自家判で変えたことも、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日22日、キング・アンドプスの平野仕様、岸シユータ、ジングユータがグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場する、岸は秋に退場。 2018年にデビューして以来、多くの人に愛される人気グループになったキンプリ。彼らのシンデレラヒストリーを振り返る。近くデビュー打ち止めの噂も。今でこそ、ジャニーズは毎年のように CD デビューしているが、キンプリがデビューする前は状況が異なった。あるテレビ局関係者が当時を振り返る。 12年に A、ビーチ14年にジャニーズ WEST がデビューして以降、18年のキンプリまで4年間、一組もデビューしない時期があったんです。15年頃からマスコミ界隈では、もうジャニーズからデビューすることはない、という噂も流れていました。当時、ジャニーズ JR の中でも、自分たちはデビューできるのかと不安を抱く人が多かったと言いますテレビ局関係者。 16年になると、そんなマイナスムードに拍車をかける出来事が、16年から17年9月に草号三位長き五郎、三カトリ慎吾さんが退場するまでの約1年半スマップの解散騒動が大きな話題となりました。国民的グループがなくなるのは世間に大きなショックを与えました。今振り返ると、あの4年間、 ジャニーズには不穏なムードが漂っていたかもしれません。前でテレビ局関係者、四角平野の自家談判で流れが変わったそんな空白の4年間に終止符を打ったのがキンプリだった。もともとキンプリは15年にミスターキング v s ミスタープリンスという期間限定グループとして結成された。ミスターキングは平野、長瀬角。 高橋山、ミスター・プリンス、脇氏、神宮寺、岩橋玄樹、21年に退場、からなる。一時期日のユニットは別れて活動していました。しかし、17年9月に平野さんが、当時の社長ジャニー北川さんに、この6人でデビューしたい、と直談判したんです。 6人でデビューする提案を持ちかけた当初、ジャニーさんは少し迷っていたそうですが、平野さんらの熱い思いを聞いて、翌18年にデビューすることが決まりました。前でテレビ局関係者。その後、20年にスノーマンとシクストーンズ、21年に何ワ男子、22年にトラビスジャパンと、JR が次々にデビューしていった。 必ずしもキンプリがきっかけだったとは言い切れないが、彼らがデビュー打ち止め説を払拭する一つのいい流れを作ったのは事実であろう。比較デビュー後もストイック全員が単成なルックスで、ジャニーズの中でも王道アイドルとして瞬く間に人気になったキンプリ。それでも彼らがおごることはなかった。あるレコード会社関係者が語る。 仕事の合間にダンスレッスンを受けたりメンバー全員で英会話スクールに通って英語の勉強をしていました。ジャニーズ JR の頃はダンスレッスンは必須ですが、デビューしてからも初心を忘れない姿勢を貫いていましたね。レコード会社関係者。現状に甘んじず、常に高みを目指していたことが伺える。 近く、ダンスのレベルが上がった、キンプリの存在は、他のグループにもいい影響を与えたようだ。前でのレコード会社関係者が続ける、キンプリの後にデビューしたスノーマンなど、4組のグループはいずれもダンスの技術が高いです。ジャニーズのパフォーマンスの高さは有名でしたが、さらに磨きがかかった印象です。常に挑戦を続けるキンプリが、 他のグループにとっていい刺激になったのかもしれません。前でレコード会社関係者、金プリが残した5年間の輝かしい功績は、これからも語り継がれていくことだろう。